台東区からのお知らせです。旧東京音楽学校総楽堂で特別コンサート元織長代の音楽和洋の調べを開催します。開催日は11月23日水曜日祝日、開演は午後2時です。元織長代が創作した歌曲、青い目のお人形、七つの子、白月や尺八曲の総譜連、夢の跡などが披露される予定です。チケットは2000円、なお未就学児の入場はご遠慮ください。前売り券をご希望の方は東京文化会館チケットサービスへお電話いただくか、旧東京音楽学校総楽堂の窓口でお買い求めください。お問い合わせは旧東京音楽学校総楽堂 03-3824-1988 番までどうぞ。簡単金継ぎ講座を開催します。誰でも挑戦しやすい手法で割れや欠け、ひびのある器を蘇らせます。開催日は12月6日火曜日です。午後1時30分から3時30分まで、環境ふれあい館ひまわり2階リサイクル活動室で行います。対象は18歳以上の区内在住在勤の方、費用は500円です。定員は10人、申し込み先着順です。参加を希望する方は区役所清掃リサイクル課までお電話ください。お申し込みは11月1日火曜日午前10時から受け付けます。お申し込みお問い合わせは清掃リサイクル課 03-5246-1018 番までどうぞ。一葉記念館では現在特別展一葉と手紙を開催しています。会期は12月11日日曜日までです。一葉直筆の手紙を中心に交流のあった人々の自筆書簡をご覧いただけます。入館料は一般300円、小中高生100円です。また樋口一葉の命日11月23日水曜日祝日に一葉祭記念公演と朗読を開催します。時間は午後1時から3時30分まで。当日のご入館および参加は無料です。参加を希望する方は往復はがきに必要事項を記入し、一葉祭記念公演と朗読係宛てにお送りください。申し込み締め切り日は11月7日月曜日です。お問い合わせは一葉記念館 03-3873-0004 番までどうぞ。親子不思議発見塾、作って学ぼうを開催します。身近なものでできる工作を通して親子のコミュニケーションをとってみませんか。開催日は11月23日水曜日祝日、午後1時30分から4時まで区役所10階会議室で行います。親子で協力しながらマジックハンド、プラネタリウム、振り子の3つを作ってみましょう。対象は区内在住在学の小学校3年生から6年生までのお子さんとその保護者です。定員は親子100組、無料で参加できます。参加を希望する方は台東区公式ホームページの応募フォーム、またはお電話でお申し込みください。申し込み締め切り日は応募フォームが11月13日日曜日、お電話が11月11日金曜日です。お申し込みお問い合わせは子育て若者支援課青少年担当 03-5246-1341 番までどうぞ。令和4年度台東区芸術文化支援制度対象企画、ファッションを演奏するが開催されます。服
の元である型紙や布を楽譜と捉えて音楽を作り、マリンバの生演奏で披露します。ファッションと音楽の2分野が交差する新たな表現をお楽しみください。開催日は11月18日金曜日から20日日曜日まで、それぞれご覧の時間に開演します。会場は鎌浅商店4階イベントスペースです。定員は15名、先着順、費用は1000円で、12歳以下の方は無料でご覧いただけます。ご希望の方は画面上の二次元コードから予約フォームにアクセスしお申し込みください。お問い合わせは E メール aoi.n.902@gmail.com までどうぞ。